2ピースで十分です。お腹いっぱいです。2ピースで十分です。4この黄色の気づかなかった気づかなかった。そう、この黄色のね、テントが立ってるお店になります。バンクーバーで一番人気と言われているフィッシュ&チップスのお店です。あ、メニューここにあるよ。フィッシュ&チップス、タコス、バーガー、サイド、ドリンクが用意されています。フィッシュが飲めます。あー、タラ、鮭、ハリバットとは、まあ、フィッシュチップスの上がタラでしょ、ワイルドコードでしょ、でその上下がサーモンだからサーモンのフィッシュでしょ、でその下が多分ハリバットって多分ね、高級魚かなんか知らないけど多分高いから、それよりは高いやつです、タラタラ。なので今日はね、このバンクーバーで一番人気と言われているここでフィッシュ&チップスを食べたいと思います。はい、では注文して、うわ、怖っ。11時40分ぐらい、お昼ご飯だって。お昼ご飯ですね。もう一回メニュー見せときます。メニューです。あ、で、さっき分かったのが一番上がタラで、二つ目のところが鮭、サーモンですね、で、三つ目がカレーらしいです。あとはタコスとバーガー、あとサイドですね、すごい小さいわね。ズッキーニスティック、ズッキーニスティックですね。タコスもうまそうやな。まあ俺は今日はフィッシュ&チップスにしようかな。はい、ということでいただきます。いただきますじゃない、はい、はい、はい、頼み、頼みたいと思います。タイジュース famous for fish and chips、here is the one most famous chip and chips shops in Vancouver。はい、ということで到着しました。フィッシュ&チップスです。なぜかね、2ピース頼んだんですけど、これ3ピースですよね、多分。なんで3ピース来たんだろう、わかんない。とりあえずいただきたいと思います。はい、ということでフィッシュ&チップスを食べてきました。元気はね、やばい、みんなが歩いてる横でね、寝てます。街並みが本当に素敵な場所で、ここがね、缶詰工場で、ちょっとね、まあ中には入らないんですけど、お土産屋さんにはね、ちょっと行こうかなと思います。ギフトショップはこんな感じでした。この奥にはね、ミュージアムがあるので12ドルぐらいで行けるのかな。ぜひ行きたい人は行ってみてください。では次の場所に行きたいと思います。はい、ということでね、今から散歩をまたね、したいと思います。
今日持ってきたジンバルの充電がなくなったので、今からはちょっとだけ手で撮影します。多分動画見づらいと思うのでちょっとだけにします。楽しんでください。はい、コーヒー屋さんにやってきました。うわ、店内おしゃれ。よいしょ。ニオ。シュガリーバナナのブルーラスベリー。入っちゃう、入っちゃう。入っちゃう。Oh, got one. It's for kissing.ああ、ナイスね。え、ちょっと待って、なんか顔、ここにじゃん。はい、ちょ。はい、ということで本日は、スティーブストンに一日行きました。最後はね、こんな感じで公園でちっちゃい子が遊んでるところを見てね、終わったんですけど、またね、休日は他の違うところ行ってね、また動画を撮りたいなと思います。最後リスを見せて、じゃあ終わろうか。